ていうのは出てきてもおかしくない。また今回の判決で注目されたのがトッツォの出方です。判決ではトッツォを違法的に告訴しましたが、判決にトッツォを違法にする法律はありません。特許問題に詳しい弁護士は、サントリーの特許は進歩性がないということで、現在の技術からこう容易にこう思いつくといいますか、そういうものがやはり教団なくなりますので、やっぱり向こうになる感じです、ね、今後、アサヒビール側が特許庁に審査を請求すれば無効になる可能性があると思います。しかし、アサヒ側は特許違反状態でもドライゼロを売り続けられる状況は変わらないとし、現時点では審判請求の予定はないとしています。今月31日の行事といえばハロウィーンです。ここ数年で大ブームとなりまして、街で魔女やお化けに扮する方の姿よく見かけるようになってきました。中でも連日盛り上がりを見せていますのが東京ディズニーリゾートと大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。ところが両者は今明暗が分かれた事態となっています。一体どういうことなんでしょうか。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが今日、今年度上半期の決算を発表しました。テーマパーク事業の好調であった前年同期に及ばず、連結ベースでの売上高は前期比 0.3%